A video diary, September the 18th, 2019, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2019年9月18日、林博史です。こんにちは。皆さんの中には、神を信じないという無神論の方も多いと思います。一方、神を信じている方も多いと思いますが、今日この動画を通して私林博史は神の存在、つまり現実的な存在を証明することができました。しかも論理的に証明することができました。そういう意味では大変重要な動画であると思っています。皆さんの中にも神なんていない、あるいはいると思っていても本当にいるのかという感じで迷っておられる方も多いと思います。まあ、実際に神そのものをご覧になった方というのはいらっしゃるかどうかは知りませんけども、現実的な存在として、まあ実在的な存在としてご覧になった方は大変大変大変少ないと思いますが、この動画をですねご覧いただければ、論理的に神の存在というものを皆さんにも確信していただけると思います。少し話が回り道といいますか遠回りになりますけども、そこから話をしたいと思います。システィーナ礼拝堂の天井画の中にですね、やはり大変奇妙な絵があります。それは中央に二人の人物がいてですね、そして一方の側がですね、側の人がですね、頭の上に皿を乗せ、その皿の上に生首を乗せて、まあ、歩いているという風景です。で、それについてはいろいろな説明がなされていますが、そうした説明には全く意味がありません。問題はその生首が誰の生首であるかということなんですね。で、一般には向かって右側のベッドの上に横たわっている人物の生首であると説明されています。しかも丁寧に、ご丁寧に、その生首の人物はミケランジェロ自身の顔であるなどという、まあ、もっともらしい誠しようかなですね、まあ、なんて言いますか、説明もなされていますが、その生首は向かって左側の人物の生首です。というのは、その生首を運んでいる人たちの歩き方を見ていただければわかるんですけども、生首のような重いものを持って後ずさりする人物はいないわけです。危ないですからね。で、その二人の人物は生首を持って向かって左側から右側へと歩いているということになります。となると、その生首は向かって左側の人物の生首ということになりますが、向かって左側の人物の、まあ、頭らしき部分にはですね、頭が描いてあるということになりますが、よく見ると頭ではなくて穴ということになります。穴なんですね。そしてその穴の向こうに指が見えているということになります。一見すると耳のように見えますが、指ということになります。そして首の部分がですね、異様に細いということもわかります。つまりその生首は向かって左側の人物の生首ということになるわけです。となると、向かって右側の人物の生首はどうなのかということですけども、そのベッドに横たわっている人物をよく見てください。一見すると頭がないように見えますが、体の向こうに鼻が描かれています。鼻と、そして鼻の穴が描かれています。つまりそれも騙し絵、隠し絵ということになるわけです。つまり向かって右側の人物には頭があるということになります。頭があるんですね。ただし、この絵を検証なさるときはですね、修復前の絵で検証してください。修復後の、まあ、システィーナ礼拝堂の天井画で見るとですね、その部分がひび割りと一体化していて、大変分かりにくくなっています。まあ、いい加減な修復をしたということになるわけですね。つまり、修復前の、まあ、やや色がね、まあ、霞んでいますけども、その絵の方で見るとですね、
鼻と鼻の穴が描かれているのがわかります。で、その生首は向かって左側の人物の生首であるというようなことをですね、私はもう数年前に発見し動画化していました。で、その話はその話としておきます。そして今度はパブロ・ピカソの話になります。ゲルニカの話になります。一般にゲルニカというのは戦場のゲルニカを描いた絵であると説明されています。ピカソ自身もそのように、まあ、思ってと言いますかね、そのように自分の意見を発表しています。つまり一般には戦争の悲惨さを表した絵ということになっています。どんな説明書にも、どんな評論にも、どんな美術家の書いた説明にもそう書いてありますが、あのゲルニカは戦場の、まあ、悲惨な様子を描いた絵ではありません。ゲルニカという地名ですけどもね、そのゲルニカの様子を描いた絵ではありません。あの絵はオールキャストで神々が表現されています。左上からですね、延期、そしてその下に、まあ、マリアイコールラミア、子供を食べるラミアですね、ラミアなんですね。その女性には尻尾、尾が描かれています。その手法はレオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母の中に描いたラミアと同じ手法です。比較してみてください。まあ、それも今日の動画の中で説明しました。簡単ですけども説明しました。そして、まあ、中央上にはですね、いわゆるプロメテウスの目、まあ、アイ・オブ・プロビデンスが摂理の目とも言われてますけども描かれています。つまりオール・シーン・アイということになるわけです。そしてその下にはですね、馬に、まあ、馬に、まあ、引かれたと言いますかね、引かれた、まあ、イエスが表現されています。頭から血を流しています。降臨の、まあ、降臨を描いているということになるわけですね。つまりこれも騙し絵ということに、あるいは隠し絵ということになります。その人物がイエスだということはですね、顎の下にひげがあるということ、そして手、まあ、左手にはですね、聖痕が描かれているということです。それと同じ人物をパブロ・ピカソはゲルニカの中に描いています。そしてその手には五芒星が描かれています。パブロ・ピカソの中に描かれている人物の、まあ、聖痕はですね、丸い穴というよりは五芒星でそれが表現されているということです。で、私林浩司はそこに描かれているのは替え玉イエス、つまりシャマーシュイエスであると判断しました。つまりそのような形で殺されたということですね。つまり構図が同じだということです。繰り返します。ダ・ヴィンチが描いたアンギャリの戦いの絵の中に描かれている、まあ、人物、馬に、まあ、引かれてですね、頭から血を流している人物と、そしてパブロ・ピカソの絵の中に描かれている人物、馬に、まあ、引かれてですね、そして死に耐えようとしていると言いますか、の人物が構図の、その構図が同じということです。ここが重要ですね。そしてその右にはセント・ジェロームが描かれています。そのセント・ジェロームのポーズはダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われている、まあ、セント・ジェロームと同じということです。まあ、パブロ・ピカソの方はですね、セント・ジェロームということは誰も言ってません。というのはそれを発見したのは私、林浩司だからです。つまり繰り返しますと、パブロ・ピカソの右下にですね、描かれている人物と同じ人物がダ・ヴィンチの絵の中に描かれているということですね。ダ・ヴィンチの絵ではですね、それは聖ジェロームということになっています。まあ、ダ・ヴィンチの絵ではですね、聖ジェロームをモデルにして描いた絵ということになりますが、それは聖ジェロームではありません。ダ・ヴィンチの描いた聖ジェロームの向かって左側の向こうには61という数字が、逆さまですけども180度ひっくり返ってますけども61という数字が書き込んでありました。61というのはユダヤのゲマトリアによればですね、神を意味します。つまりダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはですね、ここに描かれているのは聖ジェロームをモデルにして題材にした描いた絵であるけれども、実際には神なんだよということをそのような形で示したということになります。つまり聖ジェロームなる人物、あそこにその絵の中に描かれている人物はですね、聖ジェロームではなくて神自身の自画像ということになるわけです。こうしてダ・ヴィンチの絵とですね、そして、パブロ・ピカソの絵がつながったということになります。ここまでで3点ダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵がつながりました。繰り返しますね。ダ・ヴィンチの絵の
絵にある、あるあの岩窟の聖母ルーブル版ですけども、その絵の中に描かれているのは下半身大蛇のラミアである。そしてその同じラミアをですね、今度は1937年に発表されたあのパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれていた。これが1点です。そして次にダ・ヴィンチの描いたアンギャリの戦いの絵の構図と全く同じ構図の絵がパブロ・ピカソの絵の中に描かれていたということです。まあ、共に、まあ、瀕死のイエス・キリストということになります。殺されたシャマーシュイエスということになります。同じ構図だということですね。そしてもう一点、ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの、まあ、絵と全く同じポーズを持った人物がパブロ・ピカソの絵の中にも描かれていたということです。ここでダ・ヴィンチの絵とパブロ・ピカソの絵が400年という年月を経てつながったということになります。ついでながらパブロ・ピカソのそのセント・ジェロームは石を握っています。ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームも石を握っています。そして薄い髪の毛など一致します。こうしてダ・ヴィンチとパブロ・ピカソがつながりました。今皆さんに私が話した話はすべて2012年以後、私林博士が発見した事実です。1500年のですね、まあ、操り人形、いわゆるリプレイスメント、代理人であったダ・ヴィンチなる人物が知る由もなかった事実であるということです。と同時に1937年のパブロ・ピカソも全く知る由もなかった事実ということになります。それを私がですね、つなぐことができました。そしてその上にはですね、今の3点の神の3点というのは失礼ですけども、3人の神の上に描かれているのは松明を持った、まあ、神ということになります。言うまでもなくハドソンの湾に立っている、自由の像と同じです。ということはその松明を持った人物はプロメテウスを題材にして表現されたディオニソースということになります。これも林博士が証明しました。つまりここで神がオールキャストで揃うわけですけども、もう一人謎の人物が出てきます。それがパブロ・ピカソのゲルニカの右端の人物ということになります。やはりこう壺入れの刑を受けています。そしてその壺入れの刑を受けているその人物の構図と、いいですか、先ほど私が言いましたミケランジェロの、システィーナ礼拝堂の中に描かれている人物の構図が一致しますが、そのポーズだけではなかったのです。それは今日発見した事実ということになりますが、ここが重要ですから皆さんも注意深く見てください。パブロ・ピカソのゲルニカの右端に書かれている人物、壺入れの刑を受けているわけですけども、その壺の上の方から足が折れ曲がって出ています。まあ、長方形で描いてありますけども、よく見てください。指が正確に5本描かれています。その指の表現の仕方は同じくパブロ・ピカソの、セント・ジェロームと私が判断した人物の指と同じ手法です。爪と指が描かれています。こうして、そのパブロ・ピカソの右端の人物のその壺入れの刑の上から折れ曲がって出ている長方形の足のようなものは足と判断できます。と同時にですね、ミケランジェロの今度はシティーナ礼拝堂の私が先ほど言いました人物の、首のない人物ですよね。その人物の、まあ、壺入れの刑に合っているということになりますが、見てください。やはり向かって左側に足が表現されています。足の先がない、ある、それははっきりしませんけども、足が折れ曲がって外に出ているように見えます。つまり折れ曲がった足でミケランジェロの足と描いた絵の中の人物の足と、そしてパブロ・ピカソの描いた絵の中の人物の足がこうしてつながりました。イコール、ここが重要ですよね。つまりミケランジェロの描いたあのシスティーナ礼拝堂の中の奇妙な絵、二人の人物が生首を運んでいる絵ですけども、その向かって左側の人物はやはり壺色の毛を受けて、そして首を切られた人物ということになりますし、その人物は誰かということになりますと、パブロ・ピカソの絵を見るまでもなく、あの絵の中にはオールキャストで神々が描かれているということになりますと、もう一人重要人物、すなわちバプティストのヨハネということに
なるわけです。となるとミケランジェロの描いたあのシスティーナ礼拝堂の絵の中で、まあ、壺色の毛を受けて両手と、まあ、頭らしき頭じゃありませんけどもね、穴で騙し絵として表現されてますけども、それ穴がですね騙し絵として、まあ、表現されてますけども、その人物は誰かというと実はバプティストのヨハネとつながっていくということです。それを今日この動画の中で、まあ、順に説明しましたので、皆さん自身の目で確認してくださいが、以上は事実ということになります。で、私はですね率直に言います、今日改めてパブロ・ピカソの壺入れの刑のその人物を、まあ、ゲルニカの中に描かれているとを、まあ、壺入れの刑に描かれている、まあ、人物のですね、それを明度を明るくしてみて、ドキッはっ若くとしました。というのはその壺の上からですね長方形の形で足が描かれていたからです。そしてもう一度ミケランジェロの描いたあの奇妙な絵、二人の人物が生首を運んでいる絵を見直してみました。そうして、まあ、その絵の中ですね、ミケランジェロの絵の中に表現されている向かって左側の人物の、まあ、壺入れの刑と判断して良いわけですけども、その人物もさらにその左側に足が表現されていました。この足がつながった時に、私は自分のミケランジェロの判断、ミケランジェロの描いた絵についての判断と、そしてパブロ・ピカソのゲルニカについて私が下した判断がその足によって一致したという点で正しかったということを確認しました。ここが重要ですね。まあ、そういう視点でですね、今日私が発表した絵を見ていただくと、まあ、私の、まあ、なぜそういうふうに思ったかということを、まあ、皆さんにも理解、ワクワクしたかという理由を、まあ、皆さんにも理解していただけるわけですが、話はここで終わるわけではありません。ここからが重要です。いいですか？1500年後、紀元後ですね、1500年、ミケランジェロの描いた絵、そしてダ・ヴィンチが描いた絵の内容と、それらの事実というのは私林博士がですね2012年以後発表したということは、2012年以後には誰も気がつかなかったということです。事実、まあ、その後ね私の説を巧みにパクって、そして発表している心の貧しい盗作者は別として、その以前には2012年以前には誰もそれを知らなかったということです。ここが重要です。2012年以前には誰も知らなかったということです。いいですか？しかし1937年にパブロ・ピカソが同じコンセプトで同じ絵を描いていたということです。事実、ここで1500年後の、ミケランジェロと、そしてダ・ヴィンチと、そして1937年のパブロ・ピカソがつながったということです。そしてそれぞれの絵の中には、私林博士が2012年以後発見した事実のみが表現されているということです。今ご覧いただいているその動画はですね、すべて私林博士が発見したことです。決して自慢たらしく言ってるんじゃありませんよ。私が言っているのはです、そうした事実をパブロ・ピカソも知らなかった、ダ・ヴィンチもミケランジェロも知らなかったということを強調したいがために、そのように申し上げているわけです。で、その事実をつなぎ合わせるとですね、すなわち1937年のパブロ・ピカソもですね、つまりまあはっきり言えば1937年後のカイン・キリストによって指導された画家であったということになるわけです。つまりゲルニカは1937年後のですのカイン・キリストによって、まあ、書き与えられたか、アイデアをだけをもらったのか、まあ、あるいは原画をもらったのか、それは分かりません。しかしパブロ・ピカソもまたそうして操られた画家の一人であったということになるわけですが、神というのはそこがまあ神の特徴でもあるわけですけども、言葉によっていちいち説明するということはしません。ですからダ・ヴィンチもミケランジェロも自分たちが何のためにどうしてそんな絵を描いたのかということを知らないまま、そういう絵を描き与えられたか、描き方を教えてもらったか、あるいは原画を教えてもらったか、それは分かりません。しかしそういう絵を描き残したということになります。と同時にパブロ・ピカソもですね、
そうした絵をな、ゲルニカについてですけども、ゲルニカなる絵をどうして描いたかということを知らないまま、あの絵を描き、そして発表、ゲルニカとして発表したということになります。だから、パブロ・ピカソもですね、雑誌社のインタビューに答えて、これが何の絵であるか、私にもわからない、解釈は皆さんにお任せしますというようなことを、文言をですね、しっかりと明言し、それが記録として残っています。いいですか？以上のことを総合すると、皆さん、神というのは現実的にこの世界に実在するということになります。それを証明するのがパブロ・ピカソのゲルニカということになります。つまり、1900年後のイエス・カイン、カイン、イエス・カインじゃありません、ごめんなさい。正確にはカイン・キリストは、イエスはマルトクです。そこは間違えないでくださいね。カインは救世主、キリストです。二人合わせてイエス・キリストということになりますが、カイン・キリストはこの世界に存在したということになります。繰り返しますが、2012年以後にこうした事実を知っていた人は一人もいないということです。500年間誰も気がつかなかったということになるわけです。そしてパブロ・ピカソ以後、ほぼ100年間それに気がついた人は誰もいなかったということになります。がしかし、パブロ・ピカソもミケランジェロもダ・ヴィンチも同じコンセプトを持った絵を描き残していたということになります。つまり、その向こうに、まあ、カイン・キリストが存在したということになります。つまり、これがカイン・キリストが現実的に存在する物的証拠ということになります。スピリチュアルや霊的や勘や思いや、あるいは妄想の中でいるとかいないとか、そういうレベルの話ではないということです。パブロ・ピカソのゲルニカは現実的な絵です。現実的に今この世界に存在する絵だということです。皆さん自身も自分の目でその絵を確認することができます。と同時にミケランジェロの作品、彫刻、絵画も私たちは現実的にそれを確認することができるということです。わかりやすいければ物的証拠ということになります。ダ・ヴィンチの作品も物的証拠ということになります。こうして物的証拠がつながり、そしてその論理をですね、まあはっきり言えば数学の方程式のように解けば、その向こうに論理として神の存在が浮かび上がってくるということになります。つまり神はですね、現実的な存在として今私たちの周囲に実在するということになります。その証拠と証明、証拠がですね、つまりはゲルニカの絵ということになりますし、ダ・ヴィンチの岩窟の聖母ということになりますし、ダ・ヴィンチのアンギャリの戦いということになりますし、ダ・ヴィンチのセント・ジェロームの絵ということになりますし、ミケランジェロが描いたシスティーナ礼拝堂のあの奇妙な絵ということになります。そして自由の像こそがですね、まあそれも物的証拠ということになるわけです。そして目そのものが、目を表したものということは現在のフリーメイソンへとつながる、すなわち現実ですよね。そして左上に書かれている牛は、中にはですね、エンキ・エア・プロメテウスのシンボルは牛ではありませんなんてね、反論なさった方がいらっしゃいますけども、シンボルではないんですよ。お牛というのはエンキ・エア・プロメテウスそのものなんですよ。はい、そこを誤解なさられてくださいよ。そのお牛が左上に描かれているということです。まあ、こうした事実をつなぎ合わせるとですね、なあち、また繰り返しになりますけども、神は現実的に存在するということになります。皆さんの中には神なんていないよ、そんなものは幻想だ妄想だというふうに思い込んでおらっしゃる無神論の方も多いでしょう。あるいは有神論と言いながらも、本当かな、まあ、本当に存在するのかなという感じで思っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。あるいは中には妄想的に、あるいはまあ、ね、霊的スピリチュアル的に、まあ、神の存在を、まあ、考えていらっしゃる人もいらっしゃると思いますけども、今日の私の動画をじっくりとじっくりとご覧いただければ、神は現実的に存在するということを皆さんにも納得していただけると思います。今日の動画の結論イコール私の結論ということになります。神は、カイン・キリストは、千年、二千年、三千年、四千年という時の流れを超えて、時空を超えて、この現実世界に現実的に存在するということです。それが今日の動画の
証明ということになります。今日はじっくりと皆さんにご覧いただきたいと思いましたので、今日の発表する動画はこれ一本とさせていただきます。どうか皆さんじっくりとその動画をご覧ください。この動画をご覧ください。そして神の存在を皆さん自身の目と良識、知識、論理によって確認してくださいということで、今日のビデオでありこれで終わります。それでは皆さんさようなら、バイ。Khan Academy writes that, what would be the best way today to protest against a war? How could you influence the largest number of people? In 1937, Pablo Picasso expressed his courage against war with Guernica, his enormous mural-sized painting,displayed to millions of visitors at the Palace World's Fair. It has since become the 20th century's most powerful indictment against war, a painting that still feels intensely relevant today. Is this all true or correct? I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation.About this painting. Please have a look at this painting in order from the top left. A cow or bull is drawn on the upper left. I, Hiroshi Hayashi, decided that this bull was Enki, Ea, or Prometheus himself.In Mesopotamia, a bull meant Enki himself. The name of this artifact discovered in Mesopotamia is named Enki Bull. Next, have a look at the lower left. A woman is facing heaven and holding a baby in her hand.But watch that this woman has a tail. The tail is represented on her right side. This is a woman with a tail. I decided that this woman was Lamia, whose lower body was a snake. This is Lamia, a witch who eats a child for food.A similar picture is drawn by Leonardo da Vinci in the Virgin of the Rock. It is also Lamia of the lower body large snake. Note that Maria's body and the rocks depicted in the background are integrated. So, in this way, da Vinci showed that Madonna was a witchWhose lower body is a snake. In this way, Picasso drew Madonna, the lower body snake, in Guernica's painting. Remember that Lamia is Maria's anagram. And then...Pay attention to a strange mark drawn in the center and above. I decided that this was an all-seeing eye, which is also a symbol of Freemasonry. In the proof, rays are drawn under it, and the number of the rays is 14.
14 is 7 plus 7. That is 77. 77 means Christ in Jewish gematria. Also, pay attention to the person in the lower center. A person is stepped on by a horse and falls on his back. And the same composition as this is painted in the picture of the Battle of Anghiari, said to have been drawn by Leonardo da Vinci. Even in this painting of the Battle of Anghiari, a horse is still stepped on and a man falls on his back. You can see that blood is flowing from the head, but its shape is drawn circular. In other words, this blood represents the halo of God. To improve this, please have a look at this person's right hand for evidence carefully. A stigmata is drawn on the head, and in the same way, a pentagram is drawn on the hand of the person that Picasso drew in Guernica. The pentagram is a symbolic representation of the stigmata. In other words, the person depicted in this Guernica is killed Jesus or crucified Jesus, Shamash Jesus. And next, in the upper left of Pablo Picasso's Guernica, a person with a torch is drawn. Let's enlarge this person's hair. This person has 7 hairs. I mean, the number of lines is 7. Please look carefully and count the number of the lines of hair. And this person is, of course, a Statue of Liberty standing in Hudson Bay in the United States. The Statue of Liberty in America is a statue made with Prometheus as a model and a Dionysus statue of Greek sculpture as a model. There are 7 rays of freedom on his head. Again, this person depicted in Guernica is Dionysus or Prometheus' successor. The next person is a lower right person. An old man is stretching his arms and bending down. Da Vinci's Saint Jerome is depicted in the same pose as this old man. Thin hair is expressed in the same way. Each of them has a stone in their hand. Please look carefully. In other words, this person depicted in Picasso's Guernica is Saint Jerome. This Saint Jerome is God, and evidence is the number of 61, which was hidden in the background of this picture. Number 61 stands for God in Jewish gematria. Thank you.
Finally, look at the person on the far right. This person is in a big pot. The head and hand are coming out of the pot. However, if you look closely, you can see that one of his leg is out and bent. You can see five fingers at the tip of the foot. A picture with the same composition as this picture is drawn on the ceiling painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel. It is said to be Michelangelo's work. It should be noted in this Michelangelo painting that the person in the Michelangelo's painting has no head. A circle shown in the head, but this is not the head. It is a hole, not a head. So, the head is cut off, and you can see that two people are carrying the head from left to right. You can also see that the legs of the person in Michelangelo's painting are also bent out. A person in Picasso's Guernica can also be seen that his leg is bent out. In this way, the picture drawn in the Sistine Chapel and the figure drawn in Picasso's Guernica were connected. In other words, this person is John the Baptist, who is said to have been executed and his neck cut off. In summary, Guernica expresses the gods, and the gods are expressed in all cast. Picasso's Guernica is not a painting of the tragedy of the battlefield, as has been explained, but a painting of gods in all cast. In other words, Picasso himself did not know what this picture was. This is because these facts that I, Hiroshi Hayashi, have shown to everyone here have only been discovered by Hiroshi Hayashi after 2012. Picasso answered an interview with a magazine company and said, "I don't know what Guernica is. The rest of the decision will be left to you," but Picasso himself did not know what the picture was. In other words, this picture may also be a picture drawn by King Christ after 1900 years. This is a conclusion of this video. Thank you very much for your watching. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.左上から順にこの絵を見ていきます。左上にお牛が描かれています。私はこの牛はエンキエア、つまりプロメテウス自身であると判断しました。メソポタミアにおいてはお牛はエンキ自身を意味しました。なおこの像の名前はエンキボルとなっています。次に左下を見てください。一人の女性が天を向いて赤子を抱いていますが、この女性にはおっぽがあります。向かって右側にそのおが表現されています。私はこの女性は下半身大事屋のラミアであると判断しました。子供を食用としていた魔女のラミアです。
同じような絵をダ・ヴィンチが岩窟の聖母の中に描いています。下半身大蛇の魔女ラミアです。マリアの体と背景に描かれている岩が一体化している点に注意してください。つまりこのような形でダ・ヴィンチはマリアは下半身大蛇の魔女であることを示しました。それと同じ手法でピカソはゲルニカの絵の中に下半身大蛇のマリアを描きました。なおラミアはマリアのアナグラムになっていることも忘れてはいけません。次に中央上に書かれている奇妙なマークに注意してください。私はこの目はフリーメイソンのシンボルマークにもなっているすべてを見る目、あるいはプロメテウスの目と判断しました。その証拠にその下に光線が描かれていますが、その光線の数は14本です。14は7たす7です。つまり77です。77はユダヤのゲマトリアではキリストを意味します。今度は中央下の人物に注意してください。一人の人物が馬に踏みつけられ仰向けに倒れています。で、この構図と同じ構図で描かれているのがダ・ヴィンチが描いたと言われているアンギャリの戦いの絵です。このアンギャリの戦いの絵の中でもやはり馬に踏みつけられ一人の男が仰向けに倒れています。頭から血を流しているのがわかりますが、その形は円形です。つまりこの血は神の降臨を表しています。その証拠にこの人物の右手を見てください。その手には聖痕が描かれています。聖痕です。そして同じようにピカソの描いたその人物の手には五芒星が描かれています。五芒星は聖痕を象徴的に表したものであると私林博士は判断しています。つまりこのゲルニカの中に書かれている人物は殺されたイエス、つまりイエスシャマーシュ、あるいはシャマーシュイエスであるということになります。そしてその左上にはトーチを持った人物が描かれています。この人物の髪の毛を拡大してみます。この人物の髪の毛は7本になっています。注意深くご覧ください。そして髪の毛のラインを数えてみてください。7本になっています。で、この人物は言うまでもなくアメリカのハドソン湾に立っている自由の像ということになります。アメリカの自由の像はプロメテウスを題材にし、ギリシャ彫刻のディオニソス像をモデルにして作られた像です。自由の像の光線は7本になっています。髪の毛の数と一致します。繰り返しますが、ゲルニカの中に描かれているこの人物はプロメテウスの後継者のディオニソースということになります。またの名をマルドックということになります。次に右下の人物です。一人の老人が腕を伸ばし腰をかがめています。この老人と
同じポーズで書かれているのがダ・ヴィンチのセント・ジェロームです。薄い髪の毛も同じように表現されています。またこの両者は手の中に石を持っています。注意深くご覧ください。つまりピカソのゲルニカの中に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになりますが、このセント・ジェロームは神です。つまりセント・ジェロームをモデルにして描かれた神ということになります。その証拠にこの絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。最後に今度は右端の人物を見てください。この人物は大きな壺に入れられています。壺入れの刑を受けていたということになります。その壺から頭と手が出ていますが、よく見ると折れ曲がった足が出ていることもわかります。ここが重要なポイントです。よく見ると折れ曲がった足が出ていることがわかります。足の先には5本の指が見えます。注意深くご覧ください。で、この絵の構図と同じ構図の絵がシスティーナ礼拝堂の天井画に描かれています。ミケランジェロの作品と言われています。このミケランジェロの絵の中で注意していただきたいのは、ミケランジェロの絵の中の人物には頭がないという点です。一見すると頭があるように見えますが、これは頭ではありません。頭の部分に円形が表現されていますが、これは頭ではありません。穴です。アナーキドルメンの穴です。アナーキドルメンを内側から見た絵ということになります。で、その頭は切り離され、二人の人物が向かって左から右方向に、繰り返します、左から右方向に
運んでいるのがわかります。左から右方向です。なおミケランジェロの絵の中の人物の足も折れ曲がって外に出ているのがわかります。ピカソのゲルニカの中の人物も足が折れ曲がって外に出ているのがわかります。繰り返します。ピカソのゲルニカの中の人物も足が折れ曲がって外に出ているのがわかります。こうしてシスティーナ礼拝堂に描かれた絵とピカソのゲルニカの中に描かれていた人物がつながりました。つまりこの人物は首を切り落とされたと言われているバプティストのヨハネということになります。いろいろな説明がなされていますが、この人物はバプティストのヨハネということになります。衣装を総合すると、ゲルニカに表現されているのは神々であり、その神々がオールキャストで表現されているということになります。ピカソのゲルニカは戦場の惨状を描いた絵ではありません。神々です。言い換えるとピカソ自身もこれらの絵が何であるか知らなかったということになります。なぜならここで私林浩が皆さんにお見せした事実は2012年以後すべて私林浩が発見したことばかりだからです。ピカソ自身もある雑誌社のインタビューに答えてこう言っています。ゲルニカは私にも何の絵であるかわからないとです。後の判断は皆さんにお任せしますが、ピカソ自身も何の絵であるか知らなかったということになります。つまりこの絵もまた1900年後のカイン・キリストによって描かれた絵ということになるのではないでしょうか。つまり1900年後においてですらもですね、私たちが救世主と位置づけているカイン・キリストは私たち人間のすぐそばにいたということになります。それがこの動画の結論ということになります。 Bye for now.
beyond the space of 400 years, two painters painted the same pictures, Leonardo da Vinci and Pablo Picasso. However, the two painters did not notice what they were pictures of. The two painters painted the same pictures without knowing. For over 500 years, no one noticed, at least, what these were pictures of. In these pictures, three gods were drawn: Mary, the executed Jesus, and Christ, the Savior. Of course, it was neither Da Vinci nor Picasso who drew these paintings. These paintings were drawn by Christ after 1500 years and Christ after 1900 years. Christ himself drew these paintings under the name of Da Vinci and Picasso. In other words, it is a message from Christ to us humans that Christ existed 500 years ago and 100 years ago. And now Christ still exists. If not, how do you judge the facts I show you here from now on? This is a message from Christ to our human beings. This video is to prove it. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. パブロ・ピカソが描いたと言われているゲルニカです。そのゲルニカの下の段には3人の神が描かれていました。今赤枠で囲ったのがその中の一人、つまりマリアです。この人物がマリアであることは、この矢印の部分にその証拠が残っています。この矢印の部分を注意深くご覧ください。これと同じものをダ・ヴィンチがその400年前に岩窟の聖母ルーブル版の中に描いていました。右が岩窟の聖母です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアです。岩窟の聖母の中に描かれているマリアに注意してください。胸と背景の岩が一致しているのが分かります。つまりこれも騙し絵、隠し絵の手法ということになります。つまりダ・ヴィンチなる画家はこのような形でマリアイコールラミアであることを表現しました。そのコンセプトと同じコンセプトで描かれたのが左のパブロ・ピカソの描いたその女性の絵ということになります。つまりこの黄色い部分は大蛇の尻尾ということになります。ここが重要なポイントの一つになりますから、皆さん自身で確認してください。尻尾が描かれているということですね。ラミアというのは魔女中の魔女、子供を食べる魔女としてよく知られていました。そのマリアはラミアの文字を並び替えてできたアナグラムということになります。あるいはラミアはマリアの文字を並び替えてできたアナグラムと考えても良いかもしれません。つまりマリアイコールラミア、ラミアイコールマリアということになります。
ラミアというのはギリシャ神話に出てくる魔女中の魔女、子供を食べる妖怪ということになっています。中央は現代アートによるラミアのイメージ画ということになります。そして次にゲルニカのそのマリアの向かって右に描かれている人物に注意してください。赤枠で囲ってみます。そして馬とその人物以外を取り除いてみます。下の人物は馬の足の下になって今まさに息絶えようとしています。それと同じ構図の絵をやはりダ・ヴィンチが描いていました。一般にはアンギャリの戦いと言われている絵ですが、この絵の中にもやはり隠し絵の形で同じ構図の絵が描かれていました。赤枠で囲ってみました。やはり馬の下に一人の人物が描かれ、その人物はですね、頭から血を流しています。同じように馬が描かれ、そしてその下に手を広げて一人の人物が描かれています。馬、そしてここに人がいますね。そしてその人には聖痕が描かれています。この黄色い丸の部分に注意してください。つまりここに描かれているのは処刑されたイエスということになります。ピカソのゲルニカの方では五芒星を使ってその聖痕が表現されています。別のところで証明しましたが、処刑されたイエスはシャマーシュということになります。つまりここに描かれているのはシャマーシュということになります。そのシャマーシュが処刑された後、救世主として私たち人間を温かく見守っているのがマルドックということになります。右上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がやはり描いたとされるセント・ジェロームの絵です。その絵を左右反転し、先ほどのピカソの描いたゲルニカの絵の中の人物と比較してみます。ポーズが全く同じである点に注意してください。両手、両足ですね、一方の足は後方に長く伸ばしている点にも注意してください。そして薄い髪の毛も一致していますが、何よりも片手に石を持っています。この人物は神です。セント・ジェロームの絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアで解読すると神、神を意味します。つまりここに描かれているセント・ジェロームはセント・ジェロームを題材にしては書いてありますが、神自身ということになります。つまりマルドックということになりますが、ここで重要なことは、今皆さんにご覧いただいた事実は2012年以後、私林博が発見するまで誰も知らなかった、誰も気づかなかったということです。レオナルド・ダ・ヴィンチも知らなかったと私は考えています。と同時にパブロ・ピカソもその絵が何であるかわからないまま、このゲルニカの絵を描いたというふうに私林博士は判断しています。下からマリア、ラミア、そして中央に処刑されたイエス、つまりシャマーシュということになります。そしてその右にいるのがセント・ジェロームということになっていますが、この人物こそが救世主マルドックということになります。で、そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は1500年前後の画家ということになります。そして
パブロ・ピカソは1900年前後の画家ということになります。つまりその間には400年近い年月が流れています。400年近い年月が流れているにもかかわらず全く同じ絵を描いているという事実に皆さんどうか気がついてください。そしてその事実というのは2012年以後私林浩司が発見するまで誰も知らなかったということです。これら3つの事実を重ね合わせてみるとその向こうに1500年後のキリスト、そして1900年後のキリストが私たちの近くにいたということになります。1900年といえばたった100年前です。100年というのはこの地球ではつい今しがたということになります。言い換えるとキリストは今も私たちのそばにいて、そして私たち人間をこのような形で温かく見守り、そして指導しているということになります。以下順に3人の神について説明します。マリア、そして処刑されたイエス、そして人間の救世主キリストです。Lamia, or Lamia in English, in ancient Greek mythology, was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' trices with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラは、ラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のような
ラミャが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。The Battle of Angari, 1505, is a lost painting by Leonardo da Vinci, at times referred to as the Lost Leonardo, which some commentators believe to be still hidden beneath one of the later frescoes in the Salone del Cinquecento, or Hall of the 500 in the Palazzo Vecchio, Florence. Its central scene depicted four men riding raging war horses engaged in a battle for possession of a standard at the Battle of Angari in 1440. Pablo Picasso painted in his mural Guernica Jesus Christ, who was to be killed in the painting named The Battle of Angari.パブロ・ピカソはその代表作「ゲルニカ」の中に、今まさに息絶えようとしているイエス・キリストの絵を描き込みました。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされる「The Battle of Angari」「アンギャリの戦い」の絵の中にありました。その証拠と証明、広瀬やし浜松シティ、ジャパン。話を先に進める前に、レオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされるアンギャリの戦いの絵の中のイエス・キリストについて説明しておきます。これがアンギャリの戦いですけども、その下で馬に踏みつけられて今まさに息絶えようとしているこの人物はイエス・キリストです。逆さまにしてみました。で、頭から血を流しています。円形の血です。これはハロー、つまり降臨をかたどったもの、つまり隠し絵ということになります。そして血イコール降臨ということになります。この人物がイエス・キリストであることは、この人物の左手向かって右手の甲に聖痕があることからわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはダ・ヴィンチなる画家を通して、ここに描かれているのは、まあ、つまりは替え玉のイエス・キリストであることを示しました。ヒゲがあるのはその証拠です。替え玉イエスにはヒゲがありました。 by 林博士説です。そしてこの青い腕の先のところを見てください。甲の手の甲のところに拡大してみましたが、聖痕があるのはわかります。つまりこの人物はですね、処刑された替え玉のイエス・キリストということになります。が、この事実は2014年以後、私林博士が発表するまで誰も知らなかったことです。いわんやパブロ・ピカソが知る由もなかったことです。Saint Jerome from 347 to 420 was a priest, confessor, theologian, and historian. He was born at Sridon, a village near Emona on the border of Dalmatia and Pannonia. He is best known for his translation of most of the Bible into Latin, the translation that became known as the
Vulgata and his commentaries on the Gospels. Pablo Picasso painted in his Mural Guernica, Saint Jerome, or Doctor of Church by the Catholic Church.ロマンカトリックにおいて最大の功労者と言われているのがセント・ジェロームです。そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの絵の中に描かれていました。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。The anger and agony of Jesus Christ. Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian, who also became a doctor of the church.Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial. This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. Then my conclusion in this video is thatThe man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework, and I say here as well that the man is Leonardo himself, or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、照合してみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります。左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に照合していきますと、違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人をくだらないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、
この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によってはそのようにも見えるというふうに片付けられてきたようです。が、この男性はレプタリアンでした。さらに、今までの私、林博士の説を総合しますと、この男性はダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあその男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いているということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三白眼、そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、三白眼ですね。そして、まあこうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあコブと言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、ものがあるわけです。まあこうしたところが、特に目元のね、コブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見ていますが、まあこちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛、そして、まあ、鋭い目つきですね。まあ、違いがありませんね。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、まあ、違いを探すのが難しいと。そして、突き出た顎ですね。そして、口、大きな口。そして、歯並びが大変悪いですね。まあ、ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。すなわち、ミケランジェロは、ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジェロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここにコブがある。これレプタリアン独特のコブですね。で、あばら骨も、まあ人間のそれとは違うと。それから特に喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そしてこの目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一枚こう、下まぶたがあるのわかりますか？そしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これが、まあ、今日のポイントですね。そして、これが、まあ、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一枚、まあ、人間にはない膜といいますか、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、中部からご覧くださいよ。ブツブツブツとこう、点々になってるのわかりますか？上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、
CD、まあ、なんていうんですかね、枝ということですね。写真から作った枝ということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の、ま、膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。すなわち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これは下まぶたではありませんよ。向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけども、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。で、それを、ダヴィンチは、まあ、表現した。すなわちこれは、ダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてダヴィンチの像が作られ、これは元のリアルイメージですね。そして、このイメージと、今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と一致すると。そして、その顔から、このダヴィンチの虚像ですね。3D、2D モデリングって言ってますからね。3D モデリング方式によって、捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。以上、三人の神について説明しました。で、結論ということになります。パブロ・ピカソが描いたとされるゲルニカです。戦場、ゲルニカの惨状を描いたものとされていますが、そのゲルニカは戦場、ゲルニカを描いたものではありません。つまり、神々のソーラン図を描いたものということになります。特に下の段は左からマリア、イエス、そしてキリストの3人の神を表現しています。が、こうした事実をですね、私、林浩司が発見したのは2012年以後のことです。それ以前には誰も知りませんでした。また、ここに皆さんにお見せしたような事実はですね、この500年間、誰も気がつかなかったことばかりです。となるとなぜ、ダヴィンチはそのような絵を描いたのか、またパブロ・ピカソはそのような絵を描いたのかということになります。例えば今皆さんがご覧になっているマリアの、まあ、絵ということになりますけれども、マリアの実像ということになります。1500年後のキリストはですね、このような形でマリアイコールラミアであることを示しました。そしてそのことをですね、パブロ・ピカソは知る由もなかったはずです。というのは、その事実を発見したのは2012年以後の私、林浩司だからです。が、パブロ・ピカソはそのマリアをゲルニカの中に描き込んでいました。下半身大蛇のラミアということになりますが、今上の絵でですね、向かって左の黄色い部分がその大蛇の尻尾ということになります。つまりゲルニカの中に描かれているこの人物は、下半身大蛇のラミアということになります。つまりマリアということになります。で、中央が先ほども言いましたようにラミアのイメージ画です。人間の子供を食べていた魔女中の魔女ということになります。尻尾の部分を赤い線でつないでみました。つまり左に描かれているのは繰り返しになりますが、戦場で子供を失って泣き叫ぶ女の姿ではなくて、まさしくラミアイコールマリアということになります。で、ここで大切なことは、絵の描き方、タッチ、表現方法は違ってもですね、その底流を流れるコンセプト、つまり思想は同じということです。ここが重要です。見た目の絵は違って見えるかもしれませんが、その底流を流れる概念、コンセプトは同じということですが、なぜこんなことができたのか、できるのか、もちろんダヴィンチとピカソの間には接点はありません。そして続く中央の人物です。
馬と、そしてその下で横たわる人物の絵ということになります。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンニャリの戦いの中に描かれている構図と同じです。そしてアンニャリの戦いの絵の中のその下の人物は頭から血を流し、あたかも降臨であるかのように見せかけて、そして魂へということになりますが、そこに描かれているのはイエス・キリストということになります。もっと正確に言えばイエス、処刑されたイエスイコールシャマーシュということになります。そしてその手の甲には聖痕、聖痕が描き込まれていました。上はダヴィンチの絵です。下はピカソの絵です。その間には400年近い年月が流れています。ここが重要です。つまり400年という年月を経て同じ絵が描かれたということです。ここが重要です。言い換えると、どうしてダヴィンチとピカソが400年という年月を経て同じ絵を描くことができたかということになります。もちろんできたのではありません。誰か、つまり1500年後のキリスト、1900年後のキリストによって教えられたか、書かせられたか、書いて与えられたか、それはいろいろと考えられますが、つまりは1500年後のキリスト、1900年後のキリストがその背後にいたということになります。繰り返しになりますが、こうした事実を知ったのは私、林博、2012年以後です。それ以前は誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。誰も発見することができませんでした。次のセント・ジェロームにしてもそうです。ここに描かれているのはセント・ジェロームです。この絵と全く同じ構図の絵で描かれているのが、やはりダヴィンチなる画家が描いたとされる聖ジェロームの絵です。聖ジェローム、すなわちキリストということになります。繰り返しになりますが、この聖ジェロームの背景には61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりマルトゥックということになります。ポーズが全く同じであることをもう一度確認してください。一方の足は後方にぐんと伸びています。ポーズが同じですね。つまり上がレオナルド・ダ・ヴィンチの絵、下がパブロ・ピカソの絵ということになりますが、ここに描かれている絵は上下皆同じということです。繰り返しになりますが、見た感じは違いますが、その底流を流れる概念、コンセプトは同じということです。なぜこんなことができたか、できるのか、もう一度皆さん自分の心に問うてみてください。言うまでもなく、その向こうにもう一人の神がいたということになります。それがマルドゥックということになります。処刑されたイエスの後、つまりは私たち人間のそばにいて、私たち人間を見守っている神ということになります。まあその方を今私たちはイエスと呼ぶかもしれませんが、名前は大切ではありません。神は自らの名前を語ることはありません。ともかくも左に描かれているのがセント・ジェロームであり、そしてそれと同じコンセプトの絵がピカソのゲルニカの中にも描かれているということです。上下最後にもう一度比較してみてください。左からマリア、中央下が処刑になったシャマーシュ、イエスです。そして右が私たちの救世主、マルドックということになります。つまりこの動画の結論は、この動画そのものが現在の今も神は私たちの近くにいるという存在を示す証拠ということになります。最後にもう一度確認してください。上はレオナルド・ダ・ヴィンチの作品と言われています。1452年から1519年ということになっています。下がパブロ・ピカソの作品です。それからほぼ400年後、1881年から1973年までということになっています。繰り返しになりますが、この2人の画家の間には接点はありません。
あるはずもありませんが、この二人の画家は全く同じ絵を描いていたということになります。繰り返します。全く同じ絵を描いていたということになります。なぜ全く同じ絵を描くことができたか、それをもう一度皆さんに問うてみてください。それがこの動画の結論ということになります。 Bye for now.
ジョン、チャプター8、11、1。Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This, they said, to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。なんじらのうち、罪なき者、石もて打て、と。つまり、石を持って人を責めることができるのは、神イコールイエスだけということになります。その石をセント・ジェロームなる人物が持っているということは、この人物は、セント・ジェロームではなくてイエス自身ということになります。広志林、浜松セリージャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このセント・ジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側、右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に
追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私、林氏がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまり、パブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となると、このゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますように、このパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に描いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのは、この私、林博士が最初です。となると、こうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくも、ここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and
wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of